どうもこんにちは、平井弘明です。今日はですね、アマチュアゴルファーに多いミスを4つ挙げていきたいと思います。まず一番多い悩みとしてはスライス、次にダフリ、次にトップとシャンクが来ると思うんですけども、その4つについて一つ一つ解説していきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。まずですね、スライスってやっぱりドライバー、アイアン含め全てのクラブで出やすい、一番お悩みが多いんじゃないかなと思うんですが、なぜスライスが出るかというのを説明していきますと、単純にインパクトで当たる時にフェースが開いてる、これまず一つの原因ですね。次にフェースはまっすぐターゲット向いてるんですけども、上げて下ろしてくる時にカット軌道になりすぎてしまう、こういう軌道ですね、なりすぎてしまって、こうボールを削ぐような感じに打ってしまうとスライスボールが出やすい、まあ、この2つですね。あとはそれを半分半分ずつぐらい両方やってしまう、フェースを開きながらカットに打ってしまうと結構大きいビッグスライスが出てしまったりします。あとはインパクトの時に右膝が前に出て手元が浮いてクラブが寝てしまって、まあ、寝てしまうとフェースはこう開きやすいですね。手が浮くのでフェースが開きます。なので右へ行きやすい、まあ、この辺が多分一番スライスで多い原因だと思います。これをですね、気をつけて打っていただいた方がいいですね。まず何でもかんでもボールにまっすぐフェースが戻ってくるっていうことを意識していただくのと、あとはクラブがこういうふうにこう後ろ側にこうやって垂れちゃうっていうのが原因としてありますので、垂れないようにまっすぐクラブをストンとこうやって下ろしてもいいですし、こうやって下ろしてもいいんですが、横にクラブを傾けないっていうのが大事ですね。必ずターゲットラインに対してまっすぐ下ろしてきてあげると、このまま回転してあげるとフェースはずっと地面と垂直向きますので、まっすぐにボールが飛びやすく、スライスが出づらいですね。あとはどうしてもこう力んだりするとですね、こうトップ作ってダウンスイングで右膝が前に出て上半身が起きます。そうするとクラブが下に垂れますので右へ行きます。それをなるべく力んでも右の足を前に出さないで回転してあげられるとクラブが上から降りてきますので、スライスが出づらくなります。この直し方ですね、これがスライスが出づらい直し方なんですが、ダフリなんかも今言った注意点と 90% ぐらい同じなんです。ダフる原因、クラブが寝る、右膝が出る、ボールを上げに行くっていうのはさっきと違いますけど、まあ、ボールを上げに行って右足体重になるとかですね、クラブがこう開いて、まあ、下から入って打つとダフるんですけども、まあ、本当にこういうのって、まあ、今4つ最初に言いましたけども、この4つというのはミス、出るミスというのがほとんど一緒なんです。原因として動きが一緒のミスが出て、その4つどれかが出るというような感じなんです。スライス、ダフリ、シャンク、トップというのはほとんど原因は一緒です。クラブが寝る、膝が出る、右肩が下がる、これ一番多いかもしれないですね。あとは もちろん上からこうクラブをカットにこう入れすぎてこうダフってとかですね、あとはそれが少し早めに打ってしまうとこうやってシャンクしたりとかですね、こういうのが出ますんで、まあ、あの本当にインパクトのところにクラブがパチンとまっすぐ戻ってくるっていうのがこのミスを出さない特効薬というかですね、必ずインパクトのところにクラブがまっすぐこういうふうに戻ってくるというのがもう大前提なんですね、ゴルフは。それができて初めてボールがまっすぐ飛んでいきます。このクラブが寝ないでまっすぐ戻ってくるためには何かしなきゃいけないんですね。それは何かというと右手の動きになります。この右手の動きというのはまた次回違う動画でやりますけども、右手がすごく重要になりますよというのを今回ちょっと言わせていただいて終わりになると思います。右手の使い方をですね、うまくボールに対して伝えてあげるというのが大事な右手の動き、使い方
なります。最初に多いミス4選4つって言いましたけども、その4つというのは本当によく見る、よく聞く一番多いミスかなと思います。こんなミスも出ます、こんなミスに悩んでますというのがあればですね、ワンナップ宛てにLINE をいただけたりとかですね、 YouTube の方でコメントをいただけたら、それについてまた解説していきたいと思います。では今回はですね、アマチュアが最も多いミス4選説明させていただきました。最後までご視聴ありがとうございます。